フリーランス新法ではですね、その業務の内容というものを特定してその書面で明示するということが求められています。その業務の内容というのは発注側とスタッフ側双方が認識が共有できるようにどういう仕事をするのかというのをお互いが正しく理解できるようなこういう書き方をする必要があります。 具体的には、映画制作においては、まず作品名であるとか、監督が誰なのか、またロケーションがどこの仕事なのかということで、一つ特定することができます。それとともに、そういう作品について、ですね自分がどういう仕事をするのか、 これもししっかりりと特定していただく必要があります。まあ、映画スタッフの場合ですねその業務の内容っていう場合に例えばサード助監督とかセカンド助監督とか職種といいましょうか立場という形でですね特定がされるということがあるかもしれませんけれどもただそのサード助監督っていった時にその内容を具体的に自分がやらサード助監督としてやらなければいけない業務っていうのは何なのか。これが、 ご自身はもちろんのことその発注する制作会社の方双方の間で認識が一致してないといけないななとけけわですねそこに思っている業務の内容が違うということになりますとこれトラブルのもとになりますのでそういったこれ一体どういう意味なんだろうと。 ここういうういいとが明確に決まってないようなよ、ね、職種を示すような場合にはです、ね、その業務の内容としてです、ね、具体的に、まあ、全部を網羅するのは無理だと思いますけれども例えばこういう業務ということをできる限り列挙しておくとこうすることによってそういう仕事を頼んだ頼んでない頼まれていないとそういった揉め事を将来防ぐことができるということになろうかと思います。 はい業務内容として良くない例ということを申し上げますとまあ何とか一式と撮影一式とかですねそういう一式という形で書かれてしまいますとですねあのまあ何となくはわかるんだけどそこにどこまで含まれているかっていうのはわからないわけです。かといって全ての業務を網羅するのもこれも無理だと思いますので主な仕事の内容まあ 1,2行ぐらいになるかもしれませんがそういったものを列挙しておくということが大事なんではないかなというふうに思います具体的にはこういう書き方があろうかと思います今申し上げた業務の内容こちらは実際にどういう仕事をするかということでしたけれどもその業務をですね、いつからいつまでするのかこれもしっかりと定めておく必要があります やはり、この仕事でいつからいつまで拘束されるんだということをあらかじめお互いの間で理解を共通にしておくとそうすることによって次の仕事も入れやすくなるとそのためにこの業務期間を欠くということも重要になってきます。とはいえ実際にこの仕事を始める前にですねこの仕事はいつからいつまでなのかと。 このいつまでかといつまでに終わるのかということがなかなか決まらない現場仕事というのは多いんじゃないかと思います。そういう場合には必ず記載を何月何日までと書かなければいけないというわけではありません。終わりの日が決まっていないのであれば決まっていないということを書けばいいというのがフリーランス新法で定められています。ただしその場合にはなぜ決まっていないのかと。 撮影の期間が未定であるということをその旨をですね書いておく必要があります。そしてそれがいつごろ確定するのかとその見込みの時期ですね期間が定まる見込みの時期を書いておくということが求められることになります。